テレハンドラー、テレハンドラー、またはテレスコピックハンドラーとは、農業や産業分野で幅広く使われる200車両の一種である。これは、外観と機能において、フォークリフトと同様であり、移動式クレームのような一本の伸縮式ブームを中央に備え、車両の前方や髪型にブームを伸ばすことができる。日本では g、g i s t 6 2 0 1 2 0 1 7の フォークリフトトラックの定義中のフォークなどを上下させるマストを備えたに該当しないので、法的にフォークリフト扱いされない。ブームの先端にはバケットやパレットフォーク、対比グラップル、リフトテーブル等を取り付けることができる。最近のテレハンドラーは四輪ソーダを備え、逆位相にソーダして小回りしたり、同位相でいわゆるカニ走りを行うことができる。 テレハンドラーの草分けとなったのは、イギリス南部サリー州の町、法令にあるマットブロー社で、オフロードを走行する、中折れ式林業用フォークリフトがテレハンドラーの元になっている。最初、同社は、タレラム40型で、中折れ式車両の全部中央に伸縮式のブームを、後部に運転席を配置していたが、その後リジット式車足の後部にブームを配置して、 運転席をその横に配置した方式が一般的になった。テレハンドラーの最も一般的なアタッチメントはパレットフォークであり、従来のフォークリフトでは届かない場所での二役作業に使われる。例えば、テレハンドラーはパレットに積まれた荷物をトラックから下ろし、そのまま屋根や高い場所にパレットを置くことができる。クレーンを使う作業方法よりもテレハンドラーを使った方が、 より効率的な場合がある。農業での用途は、畜産分野では、牧草やサイレージ、堆肥等の二役作業を、特に、それらを高く積み上げる必要がある場合に、畑作では、畑から作物を搬出して、トラックに積み込むための不正地を走行できる、フォークリフト代わりとして、主に利用される。この、テレハンドラーの利点には、大きな制限があり、ブームを伸ばした理にを積んでいるとき、 後部にバランスウェイトを装備しているにもかかわらず、テコの作用で不安定になりやすいことである。これは、テレハンドラーの許容する積載量がブームを伸ばしたり、高く持ち上げた時に急速に低下することを意味する。例えばブームを完全に縮めた状態で2トンの2を持ち上げる能力がある、テレハンドラーでも、ブームを完全に伸ばすと1 6 0ラム程度しか持ち上げられないことがある。 そのため、操縦者が2を持ち上げることができるか判断するのを、補助するために、ブームの角度及び長さから、許容荷重を読み取る、荷重表を備えている。これを誤ると、大抵のテレハンドラーは、荷重の限界を超えたことをセンサーが感知して、コンピュータが警告を発したり、操縦者の操作を遮断したりする。また、中には、テレハンドラーが停車している時の持ち上げ能力を、 向上させるために、ラフテレーンクレームのようなアウトリガーを全部に装備する、車種もある。ありがとうございます。